どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はヘブラの塔に来ています。この塔なんですけれども、見たらわかるんですが、この風にこの氷の塊で覆われていまして、そう簡単に登ることができないという風な状態になっています。で、この塔の登り方なんですけれども、この氷を溶かしてやるという風な、方法があります。いろんな方法があるんでしょうけれども、一例を紹介してみたいと思います。で、溶かし方なんですけども、簡単なところでは火の矢を使ってやればいいと思います。で、火の矢でこの氷を、打ってやると、大体2回ぐらい打てばいいんじゃないかなと思いますね。で、打つと、こんな風に氷がちっちゃくなりますんで、ここまでちっちゃくすればいけるでしょう。そうすると、こんな風に塔までいけるという風になりますね。で、この他に、リーバルトルネードさえ使うことができたら、もう元も子もないんですけど、こんな風に上昇気流に乗って、氷関係なく、やることができるんですけどね。自分の、なんていうんですかね、状況に応じて、登り方を考えていただければ大丈夫です。じゃあ登っていきたいと思います。火の矢使うのももったいないですからね。リーバルトルネード使えるんだったらそれが一番かと思いますね。では、調べる。シーカーストーンを確認しました。シーカータワーを起動します。周辺情報の入手を開始します。周辺のマップが追加されました。というわけで、ヘブラの塔の登り方解説でした。今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。